トトとココデジエス緊急レッドスニコデスエンクトをしてそうだがゲリラ豪雨が叶わない叶わないでしょ。お待たせしました、待ってました、暴れん坊の抽選です。いきますよ、いきますよ、ブン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 、キビカバウィレよく見れば自己バジャ宇宙クラスのテクノロジー捨てた棒じゃない、打撃棒じゃない、気になる食料に移り一緒かあんた、どうしてそれの医者と弁護士が叶わない、叶わないでしょ。バリラ目指せ最強メイドインジャパン、一緒して復帰するの予感、それが時の進化、受け取りたいよ。ああ時の大事なんて知らない、今世最大のスプレッシャー、無理のはピークで決めたい、愛だろう、終盤終わってないから、けじめつけんの。愛し愛愛愛されたい、ブッハッ、攻められた、キチュー、ブッハッ、いびられた、オチュー、ブッハッ、こすられた、パフェパフェ、ブッハッ、かじられた。それじゃ変わんない、何も変わんない、ベリーがボーは変わんない、それじゃ変わんない、何も変わんない、義務と責任を果たした、今だドラ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 、一寸先は闇、ご視聴ありがとうございました。一緒にピンクを着るんです。やだ、ピンクを着るんです。ユニットで珍しいっすよ、ピンクを着る。これ貴重ですよ。埼玉に来る人はピンクの洋服を着たら部屋から出れなくなる。安本彩香さんがピンクの衣装を着たらもう家から出たくないっていう安本さんが、埼玉スーパーアリーナのユニットでピンクを着るんですよ。もう知らないことなんで見ないでくださいどうしよう。なんだっけ、戦隊ものみたいな、キャプテン彩香の衣装ではなんかすごく赤ちゃんみたいな帽子をかぶるんです。いつも違う感じでされてる。なんか珍しいっていうのがなんかちょっとテーマみたいで、彩ちゃん
はいつもしないようなやつをちょっと提供したみたいなので、はい、あやちゃんが真っピンクを着るんです。これはみんなあやちゃん推しの人は待ってましたって感じですよね。ほんとほんと楽しみです。かわいいよね。こんなモワモワのフードペコってピンクのモワモワのフードをかぶったあやちゃんが、いいよ、黄緑めっちゃ嬉しいよね。いいな、黄緑が黄色で、あやちゃんは水色で、ね、でね、でね、あやちゃんはもうピンク青か緑が良かったの。絶対嫌だと思ったらピンクになっちゃった。ピンクいいじゃん、センターだね。センターだね、あやちゃん行くぜやる気出てきた、やる気出てきたじゃあ、あやちゃん。え、やだ、恥ずかしい。めっちゃ可愛い。自分のね、そういうタイプじゃ、趣味じゃない服が着れるのがこの仕事でいいから。そうだよ。いろんな幅が広がるんだから。そうだよ。あ、可愛い。もう一回、もう一回。うわ、可愛い。親子の使い方です。私お母さんじゃん。じゃあ私お母さん、じゃあこベビーベビーベビーこんなくらい残さないでね。次のお父ちゃん、あ、じゃあそれと同じくらい、同じくらい、はい、残さないで食べてね。はい、次のお父ちゃんも、あ、ちょっとでだよ。
あなたの笑顔はみんなを幸せにできるみたいな、もうそれ聞いたら泣きそうだよ。もう本当に感謝してる。かおちゃんに最後に、でもかおちゃんにこうやると泣いちゃうから頑張って。私ももう危ないから歌ってると涙が出てくるんだから。よし頑張ろう。あ、聞こえてます。頑張れ。
身長目指せ結果あるあるフラダンスです。これいつやんのかな次。やらないね。こういう時にやるんだよねきっと。もうちょっと長かった方がいいよって話したんだけど、短いんだからさやっていいじゃんね。今度は入れてください。あのステージあんじゃん。あれなくて、もともとなくて、で、それで一から作ってくれたんだって。いや、そういうのってやっぱりなんだろう、なんかそういう風にしてくれて、やっぱ改めて皆さんに支えられてるというか、スタッフさんとかみんながいなかったら、やっぱ今年は絶対成立しなかったから、今年こそ本当に成立しなかったから、やらたい、ありがたいなって思ってる。で、本当楽しい。なんかいつもよりか賑やかだし、ダンサーさんもいるからもっと賑やかだし、なんかの仲間感が強いって。初めて会った人も多いけど、でもすごい楽しい。だからこそ私たちはもうみんなが作ってくれたステージに最後立って、ファミリーのみんなが楽しいなって思ってくれるようなステージを最後に作り上げていけるようになろうと思います。なんかね、ちょっと泣くようになっちゃう。さっきすごいじゃんステージ。あれが真っさらだと思ったらさ、すごいなって。牛タン行くよ。牛タン。うまいこと。うまいこと最後。今日は。喋りだとみんな泣き出すので、ブシュ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 、じゃあ行く。大先生、今日大先生今日どうでしたか？今日は、ちょっと悔しかったけど、だけど最後みんなと盛り上がれてすごい楽しかったなって思ったから、来年ももっともっとパワーアップした、ファミリーも皆さんに見せられるように私たちも頑張りますので、これからもよろしくお願いします。わー、お願いします。でさ、シューンって真っ暗になってさ、あれ、シューン最後甘えん坊になった、甘えん坊になった。ダメだ、今やってダメだ。もう話しちゃったやめろよ。待って待って、あのさ
なもんじゃない嘆くもんじゃない気な絶食に浮いずる あんたの欲してそうなの医者と弁護士が叶わない叶わないでしょバニドン全然平気なんかいつもの半面より走んないからいつもの半面もっと走るから全然楽しく終わりそういつも途中で走るのが去年矢倉あった時は矢倉の登ってる途中に心が折れて買おうとおじいちゃんとおばあちゃんみたいに上がって無理だってグダグダ上がってたの思い出痛いよ。そうなんかおじいちゃんのこととか思い出して、いるかな辛くなっちゃって、そう今年おじいちゃん、ん？去年のあの暮れにおじいちゃん亡くなっちゃって、でなんかその前の時のファミエンはその時おじいちゃんまだ生きてたから、なんかそういうだろう、なんか来年もいるかなとかそういう言葉を聞くと、あーとかすごいジンときちゃって。リハの時はすごい頑張って我慢したけど本番はちょっと無理だったでも届いたらいいなと思って歌いましたはいじゃあこれやばいね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 あ、こんな降るんだってメニューは久しぶりな気がする確かに、うん、楽しい楽しい楽しいじゃあそれがお客さん伝わるようにやってみるそうだよ、ね、マジ逆にここまで来るのかいやもうやけくそだよ楽しそう
もういろいろみんなあるんだよ、みんないろいろあるよ。しっかりしてなきゃいけない人が焼けてた。やばいやばい。うん、超楽な人。雨は私的にはこんな雨のライブ初めてなんですよ。まあエビ中としては元気ついのくらいの岸田万博の、あの雨でやったライブは私とカホちゃんまだ体験したことないから、でもそんなこと言わず本番晴れてほしい。言っちゃうとね。でも絶対曇りだと思う。曇りでもね、楽しめればいいんだよ。雨は冷えるよ。寒いですよ。泣きそうにあった。でも一番あのファミリーが絶対一番寒いと思う。サイリウムわーって、いろんな色のサイリウムわーってあるから、もうあれを見た瞬間ポッってなる。でしかもその最後の曲の6リーの時にそのファーっていうサイリウムプラス花火が見えて、いやまさかね、今年雨だから毎年花火見てるけど今年見れないんじゃないかなって思ってたの。だけど見れてとても嬉しかった。まさか見れるって思ってなかったから綺麗だった。おいしいよ。おいしいよ。早く見ながらじゃなくなるよ。はい、おいしい。おいしい。後ろで満面。もらってもいい。はい。あ、まずはアホ選手権だよ。はい。まやちゃんがさっきやって。一言添えてから。あやかからやって。やすやね。なんで？監督だから。ダメだよそれ。OK だったかノーだったか判定するよ。喧嘩はやめて。じゃあ違ってやってね。いいね。喧嘩はやめて。したこと。じゃあ違ってやってね。え、何？どういうこと？いいよ。ね、ルールが分かってないから私は。見てる。カメラに向かってやんだよ。いっぱい。やだ。え、何をやるの？アン選手権。リーダーシップからだよね、こういうのはやっぱり。じゃあ藤井さんにやって。アーン選手権。藤井さんそのフラグ振るとカメラに向かってアーンしてください。アーン選手権。待って、まだ焼けてないよ。じゃあその肉。かわいい。かわいい。いいね。100点。はい。まあね。このメンバーがいたらもう皆さん気づいてますよね。このメンバー、いや私はね今日この場所でこの曲をやらないと絶対後悔すると思ったのでセットリストに入れさせていただいたんですけれども、次やる曲はですね、私たちもこの曲歌ってる時はなんかもう自分たち最強なんじゃないかってずっとバカみたいに思い続けてきた曲なんですよね。はい、そうですね、思ってます。思ってます。このメンバー最強なんです。そう、最強なんですよ。あの頃は中学3年生ですよ。ちっちゃい。今17ですけど。 中学7年生なんですって私たち。なっちゃいましたけど、でもねやっぱりまだまだ中学生でいる限りまだまだ暴れさせていただきますよ。皆さん、もうあの曲しかないですよね。いきますよ。いつかのメイドインジャパン。手に表記ラップする賢者は無意地のポリティシャン。あれこだいて欲張りに登り高く転げ落ちる。 Japan 高視聴率のキープに己の人生をかける。ここで The End。 緊急でそうそう事故で安定上もしてそうなの。ギャルの顔も床のはない。
Oh,